はい、どうもミスティです。今回はね、東洋拳金が50枚集まったので、またガチャを引いていこうかなと思います。それではやっていきましょう。スタート。はい、ということですね、今回もガチャの方をしっかりやっていきたいと思います。今回こそは SSR を、新しいキャラクターをお迎えしたいですね。ということで、さあやっていきますか。今現在56枚あります。で、今の武将ですね、長祖我部元親、大市、これが、1枚ね、毎日無料ガチャで、プラスアルファされてます。あともう一つ、吉川元春入ってきました。実は以前矢を3本まとめて曲げてみたのだが、折れてしまったのだ。ということでね、毛利元就の3本の矢の話ですね。折れちゃったらしいです。折れちゃダメなのにね。ということで、牙の首相ですね、統率が高いキャラクターが入ってくれて、ちょっと牙軍団戦力アップしました。まあ、あとはね、変わらずみたいなところがあります。ということで、今日こそはこの収録で SSR を引きたいと思います。ということで、皆さん応援よろしくお願いします。さあ行きましょう。ではまず10回、9回投与以内に SR 以上が確定。確実に SR 以上は確定なんでね、頼みます。では行ってみましょう。 GO! 頼む。金 SR ですね。新しいキャラではありますが、今欲しいものではない。ちょっと待ってくださいよ。一覧でいますよね、 SSR のキャラクターいますよね。あ、武田信玄欲しいですね。でもって感じですね。そんなにキャラクターいないんですね、 SSR まだ。信長か武田信玄、この2人欲しいです。さあ20連目、 GO! 頼む。またピンク、紫かな。おい、さっきと一緒じゃねえか。マジか。あそこがね、あの刀の光るとこがね、金だったら SSR 確定っていうね。うん、まあまだあと30回ありますから、まあ見ててください。やったりましょうやん。新しいキャラ、野球宗則。あー、でも忍者ですか。そうですか、そうですか。いやー、確率低すぎん。何十連出てきてないですよ。100連超えますよ。
そう、あと20連。あと20連よ。せめて、せめて。せめて SSR。頼みます。ない。え、このゲームは課金必須ですか？いやー困る。それは困る。いやー最後の10連ですよ。言うて全然出なかったですね。やっぱり引きが悪いな。ね、毎日1回の無料ガチャで SSR 出るのに、この収録で10連ずつやってますが、まあ、今回でも50連ですよ。前の、ね、上げた動画でも50連やりましたよね。1個も出ねえ。さあ運命の最後の10連です。うん、頼みます。行きましょう。最後の10連ない、なかった。そら強くならんすわ。はい、ということでね、今回も爆死です。いやちょっとね、東洋圏金残り6枚ありますが、あれはちょっと残しときます。今回ね、また豪傑試練来てまして、一番上ね、東洋圏金が4枚入るので、これでまた手に入れて10連やっていこうかなと思います。いやー辛い辛いですね。ということで今こんな状態です。主将が吉川元春、井伊直政で上杉景勝ですね。で先方前田圭司、浅井長政で森金成吉成、で三方がお市、井伊直虎で松浦の高信さんと、まあ、まずこれが騎馬軍団ですね。でこちらまあ鉄砲部隊になります。主将が島津義弘、久喜義隆、長曽我部元親を使わせてもらってます。いないんでね、鉄砲の主将が。はい、で先方ですね、鈴木貞夫さん、松平信康さんで榊原康政かな。一番右の長曽我部部隊、ここはね、キャラクター的には槍部隊のキャラクターを置いて、鉄砲を装備させてます。はい、そして参謀島津義久、谷ヶ島時金わかんねで真田信行、本当はねここに島津家久欲しいですね。そしたら島津家完成なんで。はい、今はこんな感じで舞台編成してます。あー残念でした。まあ、またね、東洋圏金集まれば、ガチャやっていきたいと思います。また金集めだね、当分戦力も上がらない感じですか。
でですね、まあこの第14章の方、資源エリアに変動する、やってません。まあ今ちょっと同盟がね固まって動いてるので、であと、してそうですね、同盟変動令はあるんですけど指定変動がないんで、まあ今回の、豪傑試練でここですね、この指定編と取れればまああそこもクリアして第14章を取っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じでね終わろうかなと思います。はっ、残念。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドの方よろしくお願いします。何かあればねコメントの方でもお願いします。ではまた。